うまそう。さすがですね。うまそう。マジで。田村ちゃんもう何これは揚げエビ春巻き。そうそうやん。なんて名称かわからない自分で。あれ。めっちゃ焦ってんね。ちゃちゃんご飯食べる？うわーすごい。ちゃちゃんご飯食べる？猫って可愛いの。俺だけなんか一人さ。取れ高とかさ、うん、なんかこう考えちゃってるんだけど、こんなゆるい感じなんや。いやもう、だってカメラの存在忘れてんもん。そうなんや。いや結婚式の時はお世話になりましたいや美味しいね、マジでさすがやね。でもちょっと引き酒したくて、男10人ぐらいでグランピングして、うん、2万のワインと、
なんか、まあ、このクラスのワインをもうほんまに 50-50 やって、いやもう絶対こっちみたいな、うん、まあ、お互い引かず、うん、絶対こっち、もうこっちあれやったらもう死んだるみたいな、うわーってお互い言いながらほんまに分からなくなるんよ。じゃあもう安いの買っとったらいい。やっぱり小学校告白されて1回だけやから、その5年期やったね。小学校の時めっちゃおとなしかったから、ほんまおとなしかったよね。めっちゃおとなしかった。でも縄文人から弥生人が生まれてるんじゃないの、日本でいうと。いやそれがよう分からへん。縄文までたどったらさ、何代よ。そう、その当時多分平均寿命20歳ぐらいや、多分20、30歳ぐらい。あ、そうなん。だって織田信長が人生50年言ってんだから、そのもっと前に言ってたら30とか40で死んでるやろ多分。あれ、あの、しなちゃんかわいいよ。祭りやる地元で、なんか市長も、あ、それ見たよ。俺も行ったけどね、市役所行って、おしゃーすとか言って、放棄喋られへんから言うことを言ってくれみたいな。この度はこんな思いがあって、こういうことをしたいから一回却下されたこの祭りの警備員さん何人雇ってとかって、具体的なそういう基準をいただけたらそれを全うするために動くんで、ちょっと言って出てきて、そのガイドラインみたいに出たら150万かかるみたいな。無理。楽しく人生をね謳歌する、自立した女性じゃないですか、もう。そう、いやね、お互いね、そりゃそうやわ、うん、それが俺はすごく理想で、うん、だからほんまになんか2人が理想なんで、尽くすとか尽くされるとかっていう概念が嫌い、お互い生きようぜみたいな感じだから、それぞれの人生って感じ。うん、できる限り合流しようみたいな。でもそれ無理せんとこっていう、うん、その結局入れ知恵とかいろんなことあるけどさ、その経験に勝るものないから、俺は俺を優先すると、やれるやつもなかったから、もう俺しかおらんから。これ600円ぐらい、人生1回きりやからさ、これは絶対夢叶えるからやめてな。お返しするのやめてな、それマジでとか。コロンブスがアメリカ大陸あるっていうのを気づいて行かしてもらえんのみたいな、好奇心だからさ、好奇心は絶対止めないの俺は、自分の人生。もう変えて、もう変えて、え、もう変えて、最初から言いだ。えって美化されるもの、美化していいものって思うんやけど。ほぼ作パン立体的に描こうとして、どちらも50オーバーにしか見えない。サクパンが自分加工や、ほんまや。3人で記念撮影撮って、それもう一回3人とも3人加工よ。これはちょっとサクパンに申し訳ないな、風評被害がひどいからさ、これはもうオフレコでいこうもん。これ出すべきじゃないわ絶対。マジで、そんな俺的にはかけたと思ってんねんけど、ちょっと映ってる。割とマジで真剣にかけないやろ。うん、 LSD やってる人みたいな。輪郭おぼつかない感じ。いやほんまに真剣にかけ LSD だなこれ、普通にサクパンを一番力入れて変えたつもりやけど、いやーこれはちょっとひどいな。あなたの奥さんを表現できてると思いますかって感じにこれで。ちょっとほんまかわいそうやね。一個も似てないもん、聞き始めてからずっと書き続けるどれだけ覚醒剤が危険だかみたいな学んだよ、ドラッグが危険だよってLSD 服用後6時間37分の絵です。ジューンとかこう怨念を感じるよね。なんか家族の思い出って子供がさ、これ1枚だけ残して行方不明になったとしたら闇を感じる。うまいなぁ、やっぱりうまいけど、うまいなぁマジで。サクパン自分で描かない意味よ。ごめんごめん帰るわ、うん、ごめんなさい、ごめん、今助け見せず。いやいやもう、いや忘れ物するけど大丈夫。おいしくなる